キャミ TV かのこです。ということで今日なんですけど、あれなんか声おかしいなんか乾燥しとるということで今日なんですけど、全国大会が無事に終わったので、全国大会の感想だったりお礼を皆さんにお伝えできたらなと思います。結論から言いますと、やらかしました。トゥーバトンは決勝に残らせていただいて8位という結果をいただきました。スリーバトンに関してはあんまり記憶に残ってないんですけど、落とし過ぎたなっていう記憶はあります。でも2種目とも悔しいっていう気持ちはあんまりないんですよね。どっちかというとやりきったっていう気持ちの方が強くて、今は無事に終わってほっとしています。強いて言うならもっと体育館で練習したかったです。いつも公園で練習してたので大きな技とか全然練習できてないんですよ。体育館3割公園7割ぐらいの割合で練習してたので、もっと体育館で練習したらよかったなとは思います。でもみんな同じ環境で練習してるので、まあ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 仕方ないですね。 YouTube の生配信のチャットとか LINE とかインスタの DM とかでいろんなところで応援していただいてありがとうございました。いやー無事に終わってよかったです。頑張りました。 Here we go! ここからは私の素直な気持ちを言います。独り言です。なんか去年とかだったら本番で落としたところを帰ってきてすぐ練習したりしてたんですけど、今年は大会が終わって2日後ぐらいに今撮影してるんですけど、1回もバトンを持ってません。バトンを触りたくないとかじゃなくて、なんか熱が冷めてしまったというか、今はゆっくりしたいなっていう気持ちの方が強くて、まあなんかそんな感じです。今後のことは少しずつ考えていけたらなと思います。でも本当に無事に終わってよかったです。もうこれは笑い話なんですけど、大会前一睡もできなかったんですよ。なんでなのかわからないんですけど、緊張してなのか、それとも朝起きれるかなっていう心配なのか、もう自分でもわからないんですけど一睡もできなくて、そのまま本番を迎えましたっていうエピソードがあります。でさ、大会中にいろんな人から声かけていただいて、 YouTube してますよねとか、サインくださいとか、握手してほしいですとか、本当にいろんな方に声をかけていただいてめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんかいろんな人に応援してもらってるんだなっていうのを改めてその時感じました。今回の大会は私が26日に大会があったんですけど、25日と27日が仕事で日帰りで行ったんですよ。朝7時ぐらいの新幹線に乗って10時ぐらいに体育館に着きました。でそこからいろんな人の演技を見たりして、私が1回目演技したのが昼だったんですよね。昼に2バトンと3バトンがあって、でそこからまたいろんな人の演技を見て、決勝が5時ぐらいかなにありました。大会が終わって何時だったかな、8時半か9時ぐらいの新幹線でまた広島に帰ってきました。そんな感じで1日がめちゃくちゃ充実してましたね。でね、結構いろんな人に痩せましたねとか、ちゃんとご飯食べとるみたいな感じで聞かれるんですよ。実は今年に入ってから減量っていうものに挑戦してて、いわゆるダイエットですね。なので食事管理とか、まあ、筋トレとかバトンの練習と並行しながらやってたので結構きつかったです。なのでいろんな人に痩せたねって言っていただいた時は正直嬉しかったですね。ニヤニヤしてます。やっぱさ、なんか喉乾燥してさ、カサカサしてない？なんか喋りながらすっごい違和感があるこの辺なんで？乾燥しとるよ今日。今回の大会はいつもとはまた違った感覚で臨ませていただいたので、自分の中で新しい発見があったんじゃないかなって思います。今後のことは少しずつ自分と向き合って考えていきます。なのでその時はまた皆さんにご報告させてください。でさ、一応今日ソファーの上にいろいろ並べてるんですよ。ちょっと紹介しておきますね。バトン4本でしょ、でシューズでしょ、でこれ見えとった化粧道具、これはちなみにお母さんとお揃いです。で衣装でしょ、めっちゃお気に入りなんですよこれ。で
これルイージ、まあ、これはただ置いてるだけです。こんな感じです。ソファーの上がいつも寂しいので、まあ、一応飾っとこうと思ってこんな感じで飾りました。たらたら喋ってもあれなので終わります。改めて応援してくださった皆様ありがとうございました。この動画がいいなって思ったら評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。 TV カナコのじゃんけんタイム、いきますよ。最初はキャビキャビ、じゃんけんはい、チョキだよ、メルシー。